はいどうも、三度の飯より舞浜大好き KD チャンネルの K です。今日もよろしくお願いします。はい、ということで、なんだかんだでクリスマスも終わり、今年もあと何日だ、残すところもう1週間来ております。そしてね、年末年始になったらね、去年もやった通り今年もやります。ディズニーの購入品2018で再生リストまとめてる通りね、ディズニーでねたくさん買ったものあるんですけど、今年ね僕が買ってよかったなと思うディズニーのグッズをランキングベスト10でお伝えしていければと思っております。はい、ということで、いろいろ出てたよね。振り返ると35周年だってさ、結構生配信出てるオープニングスーンとか、35年始まってアナ雪ピクサーとかもあったりとか、イースターとかね、ハロウィンとか、夏祭りなんで飛んだ、クリスマスとかたくさんあるんですけど、今回ねランキング形式でね、皆さんはどんなグッズがたくさん出ているのかって、1000人の頃にね購入品紹介してるグッズとか、今回買ったけど紹介できなかったグッズもねベスト10の中にランクインしてるので、そこもね動画内でご紹介できれば嬉しく思います。それではまずはね10位から発表していこうと思います。10位がハピのね、ハピネスイズヒアーのグランドフィナーレかな、まあハピネスイズヒアーのフィナーレの実写のタオルですね。これもねディズニーの購入品紹介でねご紹介したんですけど、このハピの時ってハピネスイズヒアー、ディズニーリゾートがね30周年の時に開始したパレード、ハピネスイズヒアーのグランドフィナーレではないんだけど、まあグッズがね出たんですよね。ドリーミングアップが今やってる前のパレードかな。で、その時にもうハピネスイズヒアがね、もうお別れするのはもう5年にね、レギュラーのパレードは変わってるので、お別れのね、グッズが出たんですけど、その時に買ったミッキーとミニーちゃんの実写タオルです。動画でもね、紹介したんだけど、めちゃくちゃ可愛いんだよね、このタオル。ミッキーの実写や、ミニーちゃんがね、口を押さえてね、パクってしてるタオルになってます。タオルでいいのかな?フィナーレ2013年から2018年ね。あっという間の5年だよね。なんかね、ピンク色っていうのがね、またハピっぽいなって感じ。俺のハピのイメージは金色とピンクっていうイメージかな。俺これ、ラスビのラス会に、視聴者さんとね、パレード見たんですけど、もうこれつけてね、もうビデカメ回しながら、もうグーフィーが泣いたりしたりとか、すごくね、印象に残ってるんですよね。グーフィー泣いてる、最後だもんね、ラスビだもんね、って思いながら、これつけながら、本当に終わるんだっていう実感と、次の日、ドリーミングアップが始まるっていう、なんかもう本当に終わったのかな、どっかに金色コスでいるんじゃないのかな、パークにとかって思ったり、すごくね、今年印象に残っているグッズですね。9位は、今年本当に大ヒットした商品です。勘のいい人ならわかるんですけど、こちら、ハンドソープです。わかるかな ?35 周年期間限定かな?夏の頃に出てたんだよね。もう勘のいい人ならハンドソープでこの形ならわかるよね。ミッキーの形がして、ハンドソープが泡になって出てくるんです。出てくださいよ。それ。お、成功したかな?あら?片耳チックは失敗でござる。もう一つね、売ってみたんだけど、こんな形で、ミッキーの形がしていて、パークでね、あるんだけど、ハンドソープのこのミッキーシェイプのハンドソープが出るエリアがあるんですけど、自宅でも楽しめるお土産グッズで、今年かなり品切れずっと繰り返してて、大ヒットした商品ですね。市販で売ってるハンドソープで詰め替えできるっていうところもすごく良くて、使い切りじゃないところがとてもいいなって思ったので、今回9位にランクインさせていただきました。続いて第8位でご紹介するグッズは、終わってしまったショーのグッズですね。ファッショナブルイースターのチェーンキーでいいのかな?キーチェーンですね。本来はミッキーがね、アールヌーボで、マジックリアリズムのグーフィーが衣装チェンジをしてスチームパンクになったりとか、わかるかな ?3D 衣装って言えばいいのかな?方によってはね、ドナルド・マックスとか、チップデールとか、アクアポップね、ミニーちゃんとね、デイジーとかになったり、ファッショナブルイースターで人気だったデザイナーさんもね、3D 仕様で変わっていったりするので、サイン付きで、これすごくいいなって思って、今回ね、ファッショナブルイースターもね、3年間公演してるんですけど、で、どれもね、本当に魅力的なデザイナーさんとか、初年度2年目3年目で全部ストーリーが繋がっているのがね、またオタク受けがすごく良くて、もう最後がね、もう集大成ね、今年見せられてとても感動したなっていうのが印象的です。で、第7位が最近買ったんですけど、これ本当に良かったなって思ったのが、
実写のイマジニング・ザ・マジックのグッズからカメラストラップです。着てるのしか俺も用意ないし、この前ね最近買ってグッズ紹介してるんで、もう簡単に説明するんですけど、蜷川さんのねイマジニング・ザ・マジックでミニーちゃんの水玉とか、ミッキーのね最近のクリスマスウィッシュのイマジニング・ザ・マジックのグッズが出ていて、今年はとてもねカメラストラップも多く出ていて、この他にもさっき言ったイマジニングのミニーちゃんのカメラストラップや、あと35周年のヒストリーのカメラストラップも出ていて、なんかカメラストラップは今年異様に出ていて、まあディズニー、あの舞浜の東京ディズニーランドっていうのがとても一眼レフ持ちが多いので、かなりね需要があるそうで、あのどのシリーズで出てもね毎度売り切れて、毎度品切れ完売っていうものがやっぱり起きちゃうみたいで、とても需要があるのと、実写のミッキーのねクリスマスも良かったけど、よく言えばねミニーちゃんみたいにエンビくんとかね、ドナルドのセーラーのカメラストラップとかグッズも横井はね欲しかったです。ただ全然ねクリスマスだけじゃなくて、今後もねミッキーかっこいいので使っていければなと思っております。そしてね第6位が、今回ね YouTube でご紹介できなかったグッズがね去年と一緒で入ってまして、これねタイミング逃してたんだよね。いきます。じゃじゃじゃん、ホーンテッドマンションのドゥームバギー。これねご紹介できなかったんですよね。あ、そうそうそう、これこれこれ、まあねこれも紹介しなかったんだけど、スプラッシュマウンテンのトミカとか僕買ってたりとかね、ライド系のグッズとかがね最近パークのグッズでよく出てまして、それのホーンテッドマンションのドゥームバギーも出てるんですよね。お値段が1700円でちょっとねお高めなんですけど、ライド乗り物って一つしか出ないんですけど、これ2つ入りなんですよね。なのでちょっとお値段がお高めになっております。めっちゃ可愛い、結構ちっこいんだね。こんな感じで乗り物がねグッズ化しています。本当にちっこいね。お、これってか連結させられるんだね。おお、こんな感じなんだ。すごい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 、なんか本当のトミカみたい。パーク好きにはたまらんよね。何個も連結させてる人とかいるんじゃない？ホーンテッドマンションのエリア、あの部屋でホーンテッドマンションのアトラクションのエリアを作ってみましたとか、あとまだねこれも俺開けて紹介はしてないんですけどね、スプラッシュマウンテンのトミカとか、こういうライド系のグッズってディズニーのテーマパークでしか買えないというか、そういう魅力って本当にあって、このライド系はね俺も今後かなり集めていって部屋でねたくさんコレクションできればね嬉しく思っております。続いて第5位の発表ですね。第5位もね悩んだけど、やっぱりね俺ずっと秋から言ってました、この縫い場は可愛い。ミニーちゃんのスプーキーブーの縫い場です。ハロウィンでも言ったんだけど、なんていうんだろう、メイドさんな感じとね、またね衣装がちょっとハロウィンっぽいのと、すごく凝ってるんだよね。お値段の割には1900円だね。でこれちょっとね普段の縫い場より高めなんですけど、秋のグッズでもね言ったんだけどね、じゃじゃじゃん、そうパレードもね早着替えもねしてくれるんですよね。それと一緒で早着替えがねこんな感じでできる仕様になっております。ハロウィンでお値段2000以下で着せ替えできてね2種類できるってね、まあミニオタだったら2つね買う人ってね早着替え前早着替え後でいると思うし、これいいなって思って今回ご紹介させていただきました。第5位はミニーちゃんハロウィンの縫い場です。ということでなんだかんだで19、8、7、6、5とご紹介してきましたけど、第4位もね結構マニアックなんだよね。こちらトラッシュ缶です。まあね缶のいい人ならわかると思うんだけど、あの6月頃にグッズ化したのかな、ディズニーのパークであるゴミ箱が感じでゴミ箱になってるんですよね。でこれってねその当時っていうのが6月頃かな、風間さんがトラッシュ缶特集とかしたりとか、すごくねその1ヶ月後にトラッシュ缶が販売していて、風間さん狙ったのとか思ったりとか、パーク内にあるものがグッズ化してるのが今年とても多い印象で、その中でトラッシュ缶出るのっていう、みんなね D オタさんが騒いでたイメージが特にあります。続いての第3位はやっぱり今年でとても印象に残ってる35周年のグッズの中から今回いいなって思ったものを一つご紹介させていただきます。第3位がこちらのクッションです。
そう、かわいいよね。この分かるかな、メインアートに溢れてる感じというか、これ自分用のお土産でもとてもいいなって思ってるのと、結構ねふかふかしててサラサラしてて、買って8ヶ月ぐらいかな、未だにねこうやってね部屋でねベッドで寝ちゃってたりしますね。生配信にもたびたび出ています。裏面もねかなり可愛いんだよね。アイコンとかさ、これもたまらんよね。とてもね35周年っていうのがお祝いのね祝祭をイメージしてるので、とてもお祝いしているイメージがあるグッズになっています。ダッフィー&フレンズのグッズがね、東京ディズニーランドでも少しイラストにはなってるんですけど、買えるところもねすごくいいなっていうのが、35周年のグッズはイメージに残っています。第1位と第2位が残ってるんですけど、皆さんは何だと思いますか？そして第2位はドナルドのハッピーバースデートゥーミーのグッズです。ドナルドの誕生日イベントを今年はしていて、その中でね3つグッズが出たんですよね。ぬいぐるみバッジと缶バッジと、こちらポップコーンバケットですね。あとピンバッジも出てたか。あとピン、あとねこれピンバッジも出てたんだけど、ポップコーンバケットがね販売してから1週間ぐらいだったのかな、あの販売不具合で販売中止になったんですよね。ケーキのような感じでしてて、あの洗いやすいよね。食べやすいし洗いやすいし、これいいなって思いました。使おうかな。俺コレクション用にしたいってところなんだけど、俺誕生日が3月にあるので、3月の時にねこのポップコーンバケットをつけて、またねドナルドと一緒に東京ディズニーランドとシーが楽しめたら嬉しく思います。で今回は第2位にこちらをねランクインさせていただきました。そしてね、いよいよ今年出たねディズニーの購入品紹介2018のランキング1位はもうねこれしかないよ。パークフードグッズです。今はねパークフードのカップのデザインっていうのが35周年仕様なんですけど、通常のレギュラー商品の、まあ、ドリンクカップが生活で使えるねプラスチックって言えばいいのかな、あのコップとかになってたり、パークでね今でもミッキーワッフルのところとかで、ね、紙皿がね通常のプラスチックのお皿になってたりとか、パークでしかね使えないアイテムがディズニーの私生活でも使えるものがグッズ化して大人気になって、これもね品切れ再販繰り返した大ヒット商品でした。これ生配信しててもこうやってねストローさして飲んでるんだけど、とてもねパークに行った気分にね、あれ俺パークにいるんじゃねとかって思ったりする時は多々あるので、今年出てたグッズの中でうわこれうまいなって思ったので第1位にランクインさせていただきました。はい、ということで今回もね今年もディズニーの購入品のランキングベスト10させていただいたんですけど、まだねいいものたくさんあったよね今年。ミキミニのこのさぬいぐるみも良かったし、ダッフィーのオータムグッズも良かったし、クリストじゃない作りのぬいぐるみも良かったと思うし、パークのグッズを今年もねかなり買わせていただいてるんですけど、今年はそうだね、そうやってパークでしか味わえないものをグッズ化してたりとか、あとはぬいぐるみバンドとか、夏に出てたねリストバンドとか、お化けの肩乗せとかね、あのパークで楽しめるアイテムとかがとても人気な印象でしたね。皆さんはこのね今年ファンに、ディズニーのファンになってグッズ集めてる人もいれば、昔から集めていて計算わかるそのランキングとかで、ね、どこかね共感していただけるところがあれば僕も嬉しく思います。もう今年は終わりますけど、来年はこんなグッズ出てほしいなとか、今年は他にもあのグッズ良かったよとかね、たくさん動画のね見ていただいた感想を、視聴者さんの動画のコメントたくさんお待ちしております。僕のチャンネルの再生リスト、ディズニーの購入品紹介2018で今年買ったグッズね、ダダダダダダってね動画の再生リストにしてるので、よかったらね、もう年末なんですけどね、年末のディズニーグッズ見納めではないんですけど、よかったらね再生リストもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方は下の高評価ボタンや方からチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。